今日はこれを書いていきたいと思います。これはちょっと拾ってきた落ち葉が乾燥したので白いペンで書いてみたら可愛くなりました。よいしょ。今日はこれですね。クリスマスリースを書いていきたいと思います。で、今日は毛筆タイプの筆ペンを使用して書いていきますが、私はこれですね。を使って今日は書いています。松葉色、茜色、甘色。ゆにょさん、こんばんは。こんばんは。で、ちなみにこの色はアカシアさんの。くんさん、こんばんは。お友達のダナエさんがこれ書いてるアカシアさんのブラッシュレタリング15色セット。あ、倉木さんこんばんは。橋本さんこんばんは。千住さんとお呼びするのかしら。いつもお名前の呼び方が分からず。アザラシさんこんばんは。ここに入ってます。茜色、松葉色、甘い色。これを使ってきます。これ全部すごい色が入ってるので、とってもおすすめです。あ、エニカさんこんばんは。よいしょ。というわけで、こっちに電波が悪くてすいません。あ、地図さんですね。地図さん。回線悪かったですね。失礼しました。もう治ったかな。止まっちゃってる。復活しました？大丈夫ですか？よいしょ。復活したかな？大丈夫かな？みんないるかな？電波悪かったです。失礼しました。よいしょ。地図さん。覚えます。地図さん。よいしょ。というわけで、これ使うかな。使うかもしれないな。で、これなんですけど、復活しました。これなんですけど、今日のリースのイラストもかわいい。ありがとうございます。これね、基本的には、これと、これと、これ。この3つで成り立ってます。で、筆ペンでね、これは水彩で描いてるんですけど、筆ペンでも全然描けて、筆ペンで描くときなんですけど、筆で描くときと一緒ですね。こういう向きで持って、で、まあ、茎を描いて葉っぱをこうね描いていくだけですね。で、毛筆タイプの筆ペンの方が、なんだろう、こうしなやかに穂先がなるので、細い線も太い線も描きやすい。こんな感じですね。これと、あとは、なんだ、クリスマスリースの葉っぱみたいなやつね。シャッ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 って。シャッ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 。もうこれは、シャッシャやってるだけですね。シャッ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 シ
じのと、あ、これ甘い色だった、茜色ですね。もう身を描いて終わりですね。ので今日はこの3つを組み合わせていきたいと思うんですが、多分甘い色をちょっと混ぜたら違う色、逆でやった方がいいのかな、これに甘い色混ぜたら違う色になるかなと思って、甘い色を、あ、ほらなんかちょっとカーキっぽい色になった、こんな感じですね。ま
まあ、なので葉っぱとしてはこの3つですね。これを組み合わせてリースを作っていきたいと思います。あ、純子さんこんばんは。で、丸をまず書きますね。丸ね。よし。鉛筆でいいですよ、丸。ちょっと私は手元に水彩色鉛筆があったので書いてますが、まあ、適当に丸を書きます。穂先が難しく、うまく尖らない。使ってるのって毛筆系ですか？毛筆系じゃないとあんまり尖らないと思います。普通の筆ペン、例えば ABT とかだと、まあ、ギュッと押し付けてもこんな感じになるので、あんまり尖らないですね。毛筆は柔らかいので、ギューイーンと上にそのまま上げていけば、乗せる、下にギューンってやる、ギューンってやりながら上に引っ張ってって細くする。この形ですね。ギューン。で、これを2個つなげると葉っぱになります。なので、毛筆タイプじゃないと、この感じは出せないです。普通のこういう筆ペンだと難しいですね。あとは出せるやつだと、アーティストブラシとかは出せるかな。ああ、難しいかな。でも、ちょっと出せますけど、やっぱり毛筆タイプじゃないと、普通の筆ペンだと、まあ、ちっちゃい葉っぱだったら描けますけど、これぐらい大きい葉っぱは毛筆系うまくできました。あ、うまくできました。あ、よかったよかったよかった よかったですよかったです。ここね、奥上に描きながらちょっと力を入れて、力を抜いてってこれですね。こんばんは。というわけで、これね、このね、この3つを組み合わせて描いていきます。でも基本的に順番で書いていけばいいので、どうしようかな。まあいいか、書いていきましょうか。葉っぱからね。もうちょっと画面見れなくなっちゃうんで、ひたすら書いていきます。こんな感じで書いて、で、どうしようかな。ちょっと色変えたいので、で、次これね。書きやすい感じでこう回してってくださいね、紙は。で、ション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 ですね。無言になっちゃう。皆さん書いてますか？こんな感じね。で、赤い実は適当に後で入れようと思うので、これを繰り返し書いていきます。よいしょ。ちょっと色変えようか。繰り返しね、書いていくだけですね。ちなみになんでこうやって持つかっていうと、こうシュンってできるので、こっちの方が葉っぱの先っぽの細いのを出しやすいです。こうやって描くよりもこうやって持った方が。ので、葉っぱを描くときは私はこうやって持ってます。こっちの向きね。で、よいしょ。よしよし。
で、ションションした葉っぱ、でションションしたこの葉っぱもこうやって描くんじゃなくて、この何、内から外に向けて描いた方が葉っぱが何だろう、とんがって描けるので、描くときは枝を描いて内側から外側にションションしていきます。ション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 、何ションション、松の葉、松っぽいやつ。いつもねライブすると語彙力のなさが露呈してますけど、よいしょ。でまた葉っぱを描きます。みんな描いてる？よいしょ。なんかここら辺ね、あれなんかスペースがいっぱい余ってるって思っても後で赤い実入れるので気にせず描いちゃってくださいね。で左利き、あ右利きの方は左の葉っぱ、枝に対して左に生えてる葉っぱの方が描きにくいと思いますけど、気にせず描きにくいなと思いつつ描いてればまあ適当にいい形になるので気にせず、あーって思っても気にしないで描く、それが一番ですね。なんかちょっとこのままのあれでいくとあと2個になって微妙な感じになっちゃいそうですね。少々をちょっと小さくやりましょうか。バランスがね適当にやってるとおかしくなっちゃったりするんです。まあそれもね、こことここに入れたいので、でこの間にこのね葉っぱね、ちょっと先にションションを描いちゃいます。よいしょ。うん、いいかな。で最後埋めますね、ここの間ね。よいしょ。よいしょ。どうしようかな、まあ、いいか、あと1個入れようか。いいかな、うん。でいい感じに書けました。皆さんもまだ書いてる途中かな。で書いたら実ね、実を入れたいんですけど、ちょっとあら、ちょっと待ってくださいね。この茜色に少し甘い色を足した方がなんか素敵な色になるかな。濁っちゃうか、普通のピンクの方が可愛いかな、うん。でパッと見てまあいろんなところにちょっとねスペースがあるので、スペースを埋める感じで書いてきます。こんな感じでね。よいしょ。なんかね、入れると一気にちょっとクリスマスっぽくなりません？のんのさん、やっとライブ来れました。ありがとうございます。ね、いきなりちょっとこれ入れるだけでクリスマスっぽくなるでしょ。よいしょ。
かわいい。で、なんかいつかのライブでも言った気がするんですけど、身を描くときに、これちょっと大きく描きますけど、こう全部塗るよりも、ちょっと上を白いところ残して描くと、なんか見て、下手みたいのが 下手みたいのがついてるんですけど、なんかちょっとね、白いところ残して描くと見えづらいか。わかります？ちょっとだけ、これちょっとすぎますけど、こんな感じでちょっと白いところ残して描くと可愛いですね、色を塗るときは。残さないで、例えば後で白いペンとかで足してもいいんですけどね。可愛くない？可愛いね。可愛くない？可愛いねって。いいですね。この金曜日の夜に自画自賛で終わるっていう、この。いいですよね。アゲアゲな感じで。ここにも入れようかな。かわいいんじゃない？さとこさんが書くのすべてかわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そう言ってもらえると嬉しい。で、まあ枝つけなくてもいいんだけど、つけてみましょうか。なんかつけたら変になっちゃうかな。大丈夫か。これ枝につけちゃいましょうか。ここら辺はなんかつけたら変になっちゃいそうな気もするけど。これ枝につけちゃう。枝につけられるものはつけちゃいましょうか。枝につけると、ちょっとここも欲しいかな。かわいいんでないか。で、ちょっと最後、なんかちょっといじりましょうか。可愛いでないか。ここに赤が足りない。可愛い可愛い。可愛いですね。ほら、可愛いじゃん。可愛くない？これなんか筆ペンで描くとか言ったけど、最後にちょっとゴールド足しましょうか。これですね、呉竹さんのクリーンカラードットメタリック。可愛くない？もうなんか毎週言ってますけど 可愛くないですか？ほら、なんか何書こうか。メリークリスマス。なんか出た、ゴールドのドットね。 ゴールドのドット、なんか可愛いリースできたらあれなんですよね。なんか文字書いて、昨日さとこさんのチャンネルして、うわ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。なんか文字書いて変になっちゃうと悲しいんですよね。めっちゃいい感じ。ありがとうございます。どうしましょうか。なんか、
せっかくだから、なんか毎週ノエルって書いてる気がする。クリスマスらしいです。ありがとうございます。メリー&ブライトとかにしときましょうか。メリー&ブライトにする？どうしようかな。茶色で書きますか。茶色？どうしようか。ゴールド足すという、ね、ゴールド足すとよりクリスマスですよね。もう、このね、緑、ゴールド、赤のコンビはザ・クリスマスですよね。メリー&ブライトにする？何色で描く？茶色？この茶色結構薄いんですね。なんか描くんだったらもうちょっと茶色がいいけど。メリー。これにしましょうか。どうしようか。変になりたくないね。今度そうそう、お正月もの、来週のライブでやります。お正月もの。さっきね、LINE でリクエストいただいて、LINE だったかな。そう、来週はお正月ものをちょっと書こうと思います。どうしよっか。書くか。メリー&ブライト。OK。&先に書きましょうか。メリー&。あ、かわいい子の&。また始まった。全部自画自賛。これね、&。&。よし。腹を決めて書きましょう。R が真ん中だね。メリーだからね。あ、ちなみに、そう。なんだっけ。インスタのストーリーズでも愚痴ったんですけど、ペンの持ち方が変と。私は、まあ、こうやって書くときもありますし、こうやって書くときもありますし、その時の気分で書きやすいように握ってます。あと、ペンによっても全然、どういったのが書きやすいっていう私違うので、皆さんも自分が書きやすいように持って書いていただければと思います。なんかね、持ち方気にしてうまい字書けなかったらもう意味がないんで、別に持ち方を教えてるわけではないので。可愛い字が書ければそれで満足です。メリー。よいしょ。メリー。字が上手い人とか変わった持ち方してる人、本当ですか？じゃあそういうことにしとこう。 そういうことにしときます。メリー&ブライトね。ブライト。ブライト。ブライト。ここが真ん中ですね。どうしようか。どうやって書こうか。筆記体がいいかな。うん、いいんじゃないか。いい感じに描けた。よかったよかった。かわいい。かわいくないですか。 自画自賛で始まり自画自賛で終わる。手にインクがついているの気づかず。あ、私がついてます？あ、でも私いつもついてます。作品描き終わるといつもいろんなところについてるので、あんま気にしてないです。よいしょ。かわいい。できた。自分で そうですね。でもなんか失敗しても、うん、かわいいって思ってます。ね。いいと思う。アートっていいと思う。自画自賛できるから。こんなになんか私も、ね、でも書いてるたんびに自画自賛してます。インクとかも。
この色かわいいとか、別に私がかわいいわけじゃないけど、その色がかわいくてかわいいみたいな。ね、かわいくできました。よかった。皆さんもかわいく描けましたか？かわいく描きましたか？めっちゃクリスマスですね。ね、めっちゃクリスマスですね。なので、まあ、話を戻すと、リースを描くときに、まあ、ずっとね、こういう葉っぱで一周描いてもいいんですけど、こんな感じで3種類、まあ、これって葉っぱ2種類描いて丸描いてるだけなんですけど、なんかパッと見そんな、なんかそんな風に見えないじゃないですか。すごい可愛く見えるので、普通のリースこういったのじゃない、普通の色で描く時もこう3種類とか決めて順番に描いていったりするとすごい可愛くなります。で、例えばこれが秋のリース描いたやつなんですけど、これもこの同じですよね。色が変わってるだけ。ちょっと紅葉っぽいやつと緑のシュシュシュってやつと、あとこれは紫の紫青みたいな実をつけて、それを順番に描いてっただけなんですけど、すごい可愛くできるので、まあ、秋色のリースでも夏色のリースでも葉っぱ2種類ぐらいとお花1種類みたいな感じで描いてってもすごい可愛いので、そうやってね、組み合わせて描くだけで、描いてる方は楽だけど見た目はとっても簡単。そう、松の葉入れるだけでクリスマス。でもね、松の葉この秋でも使ってるけど、全然クリスマスっぽくないので、どんな感じにね、するかで全くデザイン変わってくるので、おすすめです。あと松の葉はね、シュッシュシュッシュやってるだけだから楽ですね。はーい。そんな感じです。で、こういうのを筆ペンで描きたい場合は毛筆タイプの方が描きやすいですね。全然穂先のね、ここの柔らかさが全然違うので、これで文字を書くのには慣れてないと逆にコントロールが難しいんですけど、文字を書く分には普通のやっぱりね、筆ペンの方がいいんですけど、そうそう、色合いだけでね、印象変わりますよね。そう、葉っぱを描くときは毛筆タイプがとってもおすすめです。毛筆タイプ。ちなみに文字を書くのを初心者の方には毛筆タイプはすごい難しいので、筆ペンタイプである程度慣れてからじゃないと、一番最初に毛筆タイプで入っちゃうと本当にコントロールが難しくて、コントロールが難しいだけなんですけど、自分が下手だと勘違いしちゃうので、初心者の方は毛筆タイプは一旦避けて筆ペンで、文字に関してはですね、練習した方がいいです。毛筆タイプで文字の一番最初は難しいので、是非それだけ毛筆タイプのせいで下手なになってしまうことがありますので、お気をつけください。というわけで 話がそれましたが、今日はアカシア、サイ、松葉色、茜色でポイント使いで亜麻色ですねを使ってこのリースを描きました。このドットは呉竹さんのクリーンカラードットメタリックですね。もうこれめっちゃ使える。ペンもいろいろですね、いろいろありますね。で、来週は何だっけ、お正月、お正月ね、それなりにできました。ああ、よかった。嬉しい。お正月のね、イラストやりますって言ったけど、何描こうか全然決めてないですけど、ちょっとお正月っぽい絵を描こうかなと思います。で、もしよければ、ぜひ今日描いたやつ、インスタのストーリーズとかにね、LINE に送っていただくのでもいいですし、ぜひぜひシェアしていただけると私も見れるので、とっても嬉しいので。書いた方、ぜひシェアしてください。タグ付けしていただけると嬉しいです。というわけで、なんかコロナがめちゃくちゃね、猛威を振るっていますので、皆さんもお気をつけてお過ごしいただければと思います。で、来週は金曜日じゃなくて多分木曜日にやると思いますので、早速メッセージカードに、ね、これメッセージカードでもらったらめっちゃ嬉しいですね、絶対ね。
何これかわいいみたいな、書いたの天才じゃないって言われるんで自分で言っちゃったけどね、だってかわいいもんとか言うぜひぜひ皆さんあのメッセージカードにね書いてね、私もこれ後で切り抜こうかな送ってくださいね。というわけで今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。